皆さんこんにちは。今回私が、お話をさせていただきたいことは、何に関してかというと、日本人観光客の方々が海外に行って、犯罪に遭ってしまう、ことっていっぱいあります。これに関して今まで第1弾から第5弾まで言及させていただいたわけですけど、今回は第6弾ということで、何に関してかというとタクシーに関してございます。タクシーということで、皆さんね、海外旅行行かれた時にタクシーを利用すると思います。今まで海外旅行行った時にぼったくりの被害あってしまったとか、メーターがね、不正に改造されていたとかね、遠回りされていたというのがいっぱいあると思います。もしくはあまり海外旅行行ったことない方で、これから海外に行こうとしている方ってね、結構いらっしゃると思うんですけど、そういった方々のために、私は今回、言及をさせていただきたいと思います。これは毎回、述べさせていただいていることなんですけど、私はかつて、某、旅行会社、大手の旅行会社なんですけど、勤めておりました。これは1社、2社なんですけど、その最初にね、働いていた、大学卒業した後に働いた旅行会社、新卒で入った会社に関しては、日本で勤務した後、海外支店でも働きました。海外支店の勤務で、どういったことをやるかというと、日本からまずお客さんが来ます。それで、お迎えに上がる、もしくはこれガイド、フィジー行った時は私はガイド業務を兼任したわけですけど、インバウンドで受け入れる業務に行った時っていうのは、フィジーの時は受け入れることもしてたわけですけど、やはりそういった現地で危ない目に遭われてしまう方々の、養護業務なんかもしてました。なので、必ずそういったところをね、日本に、報告したりとかもしてたわけですけど、それによって多くの犯罪を知ることができました。海外長期4カ国6年実際居住してまして、そして、自分自身が今まで行った国、今年またもっと行くわけですけど61カ国でございます。その中で自分自身が見てきたもの、体験してきたものもあるわけですけど、これに関してですね、今回タクシーということで、まず皆さんタクシーに乗る際に気をつけていただきたいのは、白タクか、普通のタクシーかを見極めてまずいただきたいと思います。白タクっていうのもね、ある意味利用する価値もあるものなんですけど、やっぱり国と地域によっては、危ない目に遭ってしまう。例えばルーマニアのブカレストにおいて、4年ちょっと前にですね、とある女子大生が、殺害されました。これは、ルーマニアブカレストに、日本語のボランティアとして、ある NGO 団体を通してね、来たわけですけど、その NGO 団体が、送迎者を手配しなかったわけです。ホテルまでね、深夜に到着して、そのまま、その若い女子大生、結構綺麗な、女の子です。この女の子が、タクシーを捕まえたところ、空港から、それは白タクであったわけです。そしていわゆるロマ、ジプシーの人、で、そのまま、変なところを連れてかれてレイプされた後に殺されてしまった、こういったことがありました。他にも多くの、ね、タクシー、やっぱりその被害に遭っているのを私は見てます。ベトナムのホーチミン勤務してた時もね、やっぱり、ぼったくりとかでメーター使いたからメーター使わなかったとか、もしくは不正改造されてた、メーターを使ってるタクシーとかもいたわけです。なのでまず第一点としては、タクシーを乗る際、白タクは極力利用しないということでございます。もし例えばメーターがない、例えば、ね、メーターがない国もあったりします。メーターがない国、ない都市、例えばタイなんかもね、やっぱりプーケットなんか行くとメーターがなかったりして、大げさの公定料金って決められています。もしくはトゥクトゥクなんか利用する際、インドなんか、この間行った時ですね、オートリクシャーって言って三輪車があるわけですけど、電動の、それに関しては確実な交渉制です。で、最初のいいねが確認しなければなりません。2人で行ったのであれば1人当たりいくらか、ここまで話を詰めていかないといけないです。なので、まず乗る前にメーターを作動するのではメーターを作動するか作動しないか、作動しないであればいくらで行ってくれるのか、こういったところを必ず、言うべきだと思います。そしてメーターがあまりにも上がり幅が大きい場合は途中で降りる、なかなかね、降りることができないこともあるかもしれない。信号止まった時とか降りてもいいのかもしれません。で、あとはやっぱり、どういったところでね、私が一つ助言させていただきたいのは、タクシーに乗る際、タクシーの運転手の顔を、よく見てください。すごくね、チンピラまがいの顔をして、すごくこんなマッチョな、運転手であれば極力避けた方がいいかなって感じがします。私のおすすめとしては、できる限り、弱々そうな、弱々しい感じの、人、
そしておじいさんとかね、そういう人を選ぶと、多分ね、そういったね、タクシーでぼったくに会う被害が少なくなるのかなって感じはします。今まで、私は、世界、61カ国を訪れたわけですけど、そのうちタクシーを利用した国っていうのが25カ国ぐらいです。まあぼったくりにあったってことはないですけどね。フィリピン行った時、セブ行った時なんかもね、メータ使いたがらないタクシー深夜になると多かったわけです。なのでまあメーターじゃ使わないんじゃいくらで行ってくれるかって聞いて、まあ多分メーター使った方が安いなと思ったわけですけど、まあそこはあえて、妥協してね、利用したっていうのもあるわけです。実際私が、こちらのチャンネル、もしくは、カタカナアキーラ、さん、アキーラさん、タクシーやっていただければ、いろんな国でタクシー利用してますので、その国々のタクシーの、ね、乗車、直接撮影しているものがあります。なので皆さんぜひともね、見ていただきたいと思います。まだ何か、こういったこと、海外のことで、質問等がありましたら、まあコメントでもメッセージもいいので、ね、いただければと思います。それでは、こういった問題に関しては、皆さんが、無事にね、海外を旅行していただくように発信していきますので、皆さんぜひともどうぞよろしくお願いいたします。